囚われの兄エースを救うため大監獄インペルダウンに潜入したルフィだが、毒毒の実の能力者である所長マゼランに乾杯を喫する。猛毒を浴びて瀕死の状態となったルフィだったが、ミスター2ボンクレーとイワンコフに助けられ奇跡的に回復。革命軍の幹部であるイワンコフはルフィが革命家ドラゴンの息子であることを知ると共に脱獄することを決断する。強力な味方を得て復活したルフィはエースが囚われているという監獄の最下層レベル6に乗り込んだが、時すでに遅く、エースは海軍本部へと連行された後だった。エースを追って海軍本部に向かうことを決意するルフィ。しかしマゼランの策によってレベル6に閉じ込められ、牢獄から脱出する手段が見つからない。そんな時、牢の中から一人の男が話しかけてきた。ここを抜けたきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ麦わら。お前ここに捕まってたのかクロコダイル。イワンコフの意見を受けてクロコダイルの解放に渋々同意するルフィ。さらにもう一人の男がルフィに声をかける。五将の頼みだ。わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いじゃ。わしはこの戦争に反対したことでここにおる。エースさんを救いたいんじゃ。頼む、わしに死に場所をくれ。いいぞ。確かない。その男は桜花七部会の一人、海峡のジンベエであった。ゴムゴムのーロケットスーパン。俺行くよ海軍本部。今朝10時前、処刑は午後3時。この時刻には必ず執行される。3時までに殺されることはねえんだな。まだまだチャンスはある。来たぞ。ヘルムだ、応戦しろ。ロケット。私向かいが2人だと。どうにか数で持ちこたえろ。おいワニ、またビビに手出したらぶっ飛ばすからな。相変わらず甘えことを言いやがる。王女に興味はねえ。アラバスタは用済みだ。シャバに出たところで面白みはねえと。デザート、白ひげと海軍が戦争を始めんだ。あのジジイの首を取るまたとねえチャンスってわけ。ハッ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 。これくらいで俺を止められると思うなよ。この監獄に未だかつてナース・ジーベルが大パニックガブルを落とした。
この子だよ。じゃあ今のうちに殺し合っとくか。止めてる時間はなさぬ。さっさと貫禄を突破するのよ。麦わらボーイ、立ち止まっちゃダメよ。後ろはまた私たちに任せて進みなさい。ルフィ君、行くぞ。わしが保佐する。陸上戦ではわしなどあまり力になれんや。十分強えのに。わしは海賊嫌いの海賊で通った。海家の親父さんやエースさんが別じゃ。海賊なのに海賊が嫌いなのか。変わってんな。エースさんから弟がいるという話は散々聞かされてきた。必ずエースさんを救おう、ルフィ君。ああ、エースは絶対に死なせねえ。ここにいていいのか。もうすぐ始まるぞ。
お前の兄貴の公開処刑がよ。ゼハハハで滞在を犯した俺をずっと探してた。都合のいいことにな、奴を討ち取ったら政府はあっさりと俺の七武海入りを認めてくれた。エースが先に現れなきゃ俺はおめえを殺しに行くつもりだったんだがな、麦わら。やったわ、今やってみろよ。切れたみてえだな。危なかった。全員まずは逃げることだけ考えるわよ。合流地点はレベル1。さあ追いきなんだこの部屋。おい、床に溜まってんの。おい、どっか。やっほー。ルフィ君。みんな
についてたのか。世界のジンベエ。あ、いや、お前らも無事だったのか。急がねえとエースを助けられねえ。よっ、いや、ほい。私はしない。そうか、お前そんなことできるよな。よし、サン、一緒に戦うぞ。待て、違う違う、戦う気は全くないんだがね。私はうおお、いかす完璧じゃん。なんか涙が後から後から。ありがとな、こんなかっこよくしてもらえばって。知るか、はよ戦え。よし、触れる。ゴムゴムの、うん、つまらん時間稼ぎを。いいぞ麦わら、攻撃が効いてるかね。さすがエースさんの弟じゃ。あのマジランと渡り合うとはな。気をつけなさい、麦わらボーイ。次はどこかにいたらもう助からないわよ。そうよ、麦ちゃん、無理しちゃダメよ。マジランの毒に対抗できるのはこの私のローだけだがね。能力の相性ってのは分からねえもんだな。ここはルフィ君に任せて、わしらは軍艦を奪うんじゃ。俺も付き合ってやる。さっさと行くぞ。待て、俺様も協力しようじゃないか。マゼランと戦うよりはマシだぞ。逃げるぞ、あれやってくれ、ウィング。いいわよ、
自家戦では返す波跡に忘れがたみの花びら残し、いつか再び咲かせてみせよう。おかまうえわー、残す言葉はあるか。本望お釜畑でまた会おう。Shit!